はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち戦闘空母ヒューガを作る、こちらの20号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい、というわけでね、まあひたすらね、船体パネルを組んでいくという作業が多分続くと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは20号の作業をやっていきましょう。20号は、船底中央部の組み立て2ということで、前回のね、このパーツの続きをやっていくっていう形になります。はい、で入ってる部品はこういう感じ、こんな感じの部品が入ってるので、これを取り付けていきます。これとあとこの接続部品ですねが付いてます。はい、ではやっていきましょう。で前回の動画でね、みんながね、散々ダイキャストを使ってるところが少ないって、ダイキャストをちゃんと使ってっていうコメントが結構多かったんですけど、今回はダイキャストのパーツが入っております。はい、ではやっていきましょう。といっても今回この左右の船体パネルを2つつけて終わりなんで、すぐ終わります。はい、ではやっていきます。あー、ネジ落とした。よし、でまずは、この L って書いてあるパーツをこの船体の左側に取り付けて、この下2箇所とあと前後を止めるこの2箇所で止めていくと。だね、まあ僕個人的なことで言うとね、ダイキャストのパーツ使うとね、重くなるしネジ締めにくいから、できればプラの方がありがたいっちゃありがたいんですけどね。まあそれを言っちゃうと、この商品の企画を否定することになってしまうんでね、あまり言わないですけど、基本的にはね、ダイキャストはネジが締めにくい。特にこのアシェットのネジって精度が悪いので、特に締めにくいんですよね。だから個人的にはあまりダイキャストにはこだわってないというか、まあ、出来上がった時の見た目が良けりゃ全てよしって感じです。僕はこことかもね、角度的にドライバーがかけにくい、かけにくい場所にあるんでね、こういうところ素材がダイキャストだとすごいネジが締めにくい。あとはこの接続部品がね、プラになったのがね嫌っていう人もね結構いてありますね。ここもね、前のアンドロメダの時みたいにね、もう接続部品がダイキャストで、で精度が悪くて、その接続部品の精度の悪さのせいでパネルがつかんみたいなことがねあったんで、それ考えるとね、プラの方がいいかなっていう気もするんですよね。プラだったらすぐに削れるんで、サシャッと削ったらすぐに修正できるんで、そういう意味ではプラの方が作業がしやすいっていうのがあったりするんで、まあよし悪しですよね。ほんま作業しにくいな、これ。作業する順番をね、もうちょっと考えてほしいよね。
こんな感じでね、こんな感じでサイドパネルをセンターパネルを取り付けてあげる。で反対側も同じように付けていきます。あ、そうで、ダイキャストのね、もう一個嫌なところというか、僕がいまいちやなと思うところは、やっぱ金属なんでね、コンとぶつけるとね、すぐに塗装剥げるんですよね。それもちょっと僕がダイキャストがあまり好きじゃない理由の一つですね。自分でね、塗ったやつだったらね、塗った時の塗料が置いてあるんで、まあ剥げてもタッチアップしたらええわぐらいに思えるんですけど、こういう塗装済みのものってね、そのズバリその色が手元にないので、塗装が剥げるとね、さあどうしたもんかってなるんですよね。そこら辺が困るところなんで。できることなら、あーやばい、光が回すまった、やっちまった。こうやってね、光ファイバー挟んだりしないようにね、気をつけて作業しましょうね。はい、こんな感じで、センターパネルが左右くっついたので、これでね、今回の作業は一旦終了になります、はい、で次の、21号、次の21号は剪定中央部の組み立て3っていうことなので、ちょっと何をやるか分かんないですけども、またこの続きですね、やっていくって形になりますんで、また来週も作業やっていきますので、続き見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。